私は石田真奈美、32歳です。1年前に旦那と別れて、今は娘と暮らしています。離婚の原因は旦那の不倫でした。元旦那のひろきはあろうことか子供の幼稚園のママ友だったゆきと浮気をしたのです。泥沼の末離婚することになり、ゆきの方の家庭も崩壊、旦那さんと離婚し、今は子供とも会えない状態だそうです。もうどうでもいいことですが、ひろきはどうやら今はゆきと同棲状態のようです。ある日ゆきから LINE が来ました。どうしてゆきの LINE をブロックしなかったかというと、いつかゆきや旦那に報復してやりたいと思っていたためです。まなみさん元気？どうしたんです？ずっと元気ですけど。もう関係ないので連絡しないでもらえます？あら、じゃあブロックすればいいじゃない。なんだかんだ言って私たちのことが知りたいんでしょう。もういろんな片付けも終わったんで、そろそろ電話番号変えるつもりですから。で、何ですか？まだ何か欲しいものがあるんですか？欲しいものがあるかって、それひろきのこと言ってんの？言っとくけどさ、別にひろきは私が取ったわけじゃないからね。私の魅力にひろきがハマったんだから。それにしてもあなた相変わらずお高く泊まってるよね。そのお高いところが息が詰まるんだってひろきが言ってたよ。そうですか。あなたたちがレベル低いだけじゃないですか。私は普通ですけど。何それ、喧嘩売ってんじゃん。言っておきますけど、私レベル低くありませんから。あなたみたいな仮想階級のド庶民に言われたくないから。はんはん、あなた仮想階級だから妬みでそんな上品ぶってるんだよね。そうです、ユキは超超学歴主義女だったのです。人を学歴でだけで判断する女で、ことあるごとに人の学歴を聞いて見下すような振る舞いをしていました。あなた、私がどこの出身だか知らなかった？ああ、あなたいつも学歴の低い山口さんや川原さんたちと一緒のグループだったもんね。仮想階級同士仲が良かったもんね。それが何か関係ありますか？山口さんも川原さんも人間的にとてもいい人ですけど、誰かさんみたいに人の旦那に色目を使うこともありませんから。あなたほんとしつこい人よね。だから私からじゃないって言ってんでしょ。もうどうでもいいので、ところで何のご用件です？なんて自己中な言い方。ひろきかわいそう。よく我慢したよね、あなたみたいな釣り合いの取れない人とさ。忙しいので早く終わらせてもらえます？はいはい、わかりました。私たち結婚するの。てかもう入籍しちゃったのよね。私のパパが一応ひろきの大学の卒業証書を見せろって言うのよね。ほら、うちって由緒正しい家じゃない？私一人娘だからさ、パパが心配しちゃって。へえ、ひろきの卒業証書ですか？ひろきの家は資産家で、ひろきも留学してたことは分かってるけど。へえ、資産家ね。今のひろきの会社もおじいさまが創業して、ひろきが次の3代目なんでしょ？だから由緒正しいのは分かってるけど、でも一応証拠がいるのよね。まああなたには分からない世界よね。うちみんな有名大学出てて、親類も OB つながりが多くて。そうですか。じゃあひろきさんに頼んだら？言ったけどなくしたって言うしさ、あなた元嫁でしょ？だから出して。っていうか、って何なの？感じ悪。ああ、惨めすぎて笑うしかないか。ひろきもあなたみたいな人とは話が合わなかったでしょうね。かわいそうに。やっぱ学歴格差ってあるのよね。でも我慢してたのね、彼。優しいから。それにあなたの両親の借金まで返済して、ひろき偉いわ。はあ？相変わらずですね、ひろきさんって。あなたって聞いたこともない大学を中退したんだってね。もうバカとは話すのめんどくさいわ。とにかくここにひろきの卒業証書を送ってちょうだい。そうですか。本当にいいんですね。本当に送りますよ。だから言ってるでしょ。あー、イライラするわ。慰謝料代わりにその家住まわせてあげてんだから、つべこべ言わずに送ればいいの。
それから一週間後。ちょっと、あなたふざけてるの？どうしたんですか？ちゃんと届きました？ひろきさんの卒業証書。あなた学歴改ざんしたでしょ。それ罪だからね。悔しいからってこんな工作して許されると思ってんの？いいえ、そのままですけど。はぁ？何言ってんの？ひろきさんの正真正銘の最終学歴ですよ。彼の母校、私立若葉中学校ですよ。あれ？彼言ってなかったんですね。これ卒アルです。ひろき、私立のお坊ちゃん学校出身じゃないの？違いますよ。喧嘩して補導されたから卒アルもみんなと取れなかったそうです。右端の丸の中、ひろきさんですよ。嘘！何何？中卒？補導？彼中学出てうちの会社の工場で真面目に働いてて頑張り屋だったから見染められたんですよ。あ、うちの実家まるまる株式会社って言って知ってます？ああ、ゆきさん上流階級だから知らないか。ちなみに今私が住んでる家は父の会社が持つ賃貸物件です。だからひろきさんのものじゃありませんから。は？でももう引っ越しますけどね。実家の離れに空き部屋があるので娘と一緒にそこに住みます。実家はプールもあるので娘もとっても喜んでるし、もうあんなどうしようもないパパのことなんて思い出してもいませんからよかったです。ちなみにひろきさんってすごーく嘘つきですよ。ひろきさんのお父さんがギャンブル狂いで借金もそれが原因なんですけど、うちもお金散々無心されました。私もずいぶんひどい目にあったな。これからはひろきさんのお父さんの借金返済もゆきさんよろしくお願いします。何よそれ、嘘でしょ。それにあなたの学歴も書かれてたけど、あなたって名門校出身だったのね。いえいえ、それほどでも。一応ひろきさんの経歴を書くついでに私のことも書かせてもらっただけです。学歴なんて人に自慢するものじゃありませんから。というわけでもうどうぞひろきさんとお幸せに。じゃあもうブロックします。え、ちょっと待ってよ、ちょっと。それからゆきとひろきは家族も巻き込んで大揉めになったそうですが、当然のことでしょう。しかもひろきのややこしい父親が乗り込んできてさらに大変なことになったようです。別れたくても寄生虫のようなひろきとひろきの父親からゆきは当分逃れることはできないでしょうね。由緒正しい家だと散々自慢してたゆきの実家は落ちぶれた元家族の端くれ家系だとかで、それほどの財力もなく、ひろきとひろきの父親の金の無心にも疲弊しているということを聞きました。私はというと、金銭感覚の狂ったひろきの借金や元岐阜のギャンブルの後始末からも解放されてすがすがしています。私は実家の会社の役員になっているため週3日ほど会社で働いていて、十分な役員報酬をもらっているためお金には全く困っていません。娘と実家近くのマンションで悠々自適な日々を送っています。春から娘はインターナショナルスクールに通わせる予定です。今度は本当にハイレベルなママ友とのお付き合いをしていこうと思っています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。